紹介するお店は新潟市江南区にあるハウスメイドコーヒーファクトリーローストカフェ。お邪魔したのは大島梢さんです。いらっしゃいませ。こんにちは。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。わー、コーヒーのいい香り、いつ来ても本当に癒される。いらっしゃいませ。10種類もあると本当に迷うんだよな。ジェノベーゼとタラコパスタ、プッタネスカ、ペペロンチーノは食べたことあるから、ローストカフェの定番って書いてあるガンベレットにしよう。今日はパスタだけじゃなくて、贅沢にコーヒーとケーキもついてる B セットにしよう。すいません。はい、注文いいですか。はい、お伺いいたします。今日はパスタランチの B セットにします。 B、はい、セットで、はい、パスタがどちらにしましょう。ガンベレット。ガンベレットですね。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、はい、こちらシーバーとサラセットのサラダです。ありがとうございます。はい、いただきます。前菜プレートでございます。かぼちゃの伝製スープ、カプレーゼ、ハムの盛り合わせ、ツナとジャガイモのスープでございます。いただきます。ごゆっくりどうぞ。わー、色鮮やかな綺麗な前菜とサラダ。うん、まずはサラダからかな。いただきます。わあ、見るからに新鮮で美味しそうなお野菜。シャキシャキなパプリカ、めっちゃ甘い。夏に飲むかぼちゃの冷たいスープ、なんでこんなに美味しいんだろう。すっごく濃厚。実はこの前菜の中で一番好きなんだよな、このポテサラ。お待たせいたしました。お待たせいたします。ではガンベレットエビのトマトクリームのパスタでございます。これすっごく美味しい。10種パスタがある中でこれしか食べない人もいるって言ってたけど、気持ちわかる。トマトとクリームの甘み、エビの旨味、もうキノコも美味しいし、総合得点高すぎる。あれれ、全然殻から外れないな。おっと、全然取れないぞ。でも早く食べたいよ。プリップリ、大きくて食べ応えがあって幸せ。今まで4種類のパスタを食べたことがあったけど、これが一番かも。食べ終わってしまうのがちょっと寂しい。美味しかったな。ごちそうさまでした。ふわふわのスポンジ、そして上の生チョココーティング、わあ、とろける至福の時間だ。自分の名前が入ったラテアートきた。いや、これは世界に一つだけのカプチーノ、嬉しい。この口を近づけた時の香ばしいコーヒーの香りが最高で、
口目のこのクリーミーなミルクフォーム、ここに溺れたいわ。わあ、心もお腹も満たされた。サラダもパスタもケーキもコーヒーも全部美味しかったな。ごちそうさまでした。近所にこんな美味しいパスタとコーヒーのお店があるなんて、私幸せ者だな。もう明日にでも来たい。はい、こだわりの自家焙煎のコーヒー豆、そして、本格イタリアンパスタ、ご提供させていただいております。ぜひ お店に遊びに来てください。よろしくお願いします。